はい、皆様おはこんこん、どうもそうすけです。プロ野球スピリッツ2015西勇気侍道パート3かな、やっていきたいと思います。で、今回がねファイターズ戦、それもね大谷との対戦です。でね、今の成績はこんな感じ、4勝で 0.53 となってます。まあほぼ完璧な内容で来てるんじゃないかな。まあ、西君はまあ使い勝手がいいですからね、正直。うん。で、難易度はスピリッツになってます。ということでね、早速やっていきたいと思います。そしたらね、今回はあんまり雑談せずに、一人一人にバッターに対応していきたいかなと思います。まあ、こっちなに今成が入ってきたということで、まあ、大野君じゃなくて、柳田の方もね、ギータの方も今成が入ってきたということで、まあ、同じチームに今成が2人いるっていうのが面白い状況ですが、頑張っていきたいと思います。オーダーはこんな感じ、やっていきましょう。そうですね、本当に西君は使いやすいかなと思います。まあ、動画でも何回か言わせてもらってるんですが、カーブの使い方かな、本当にカーブで三振が取れるか取れないかでだいぶ変わってくるのかなと。まあ、アクセントの時にしろ、カウントを取るにしろ、空振りを取るにしろ、カーブが大事なのかなと思います。西君の場合はね、プロスピの中ですけど、もちろん、まあ、実際の方はね全然変わってくるとは思うんですけど、もちろん実際の方では違う球でも空振りは取れるとは思うんですけど、西君の場合はやっぱりカーブが生命線なのかなって感じがします。まあ、あとはあれだね、失投をいかにしか少なくさせれるかというか、まあ球のない球を少なくしていこうっていうことですね。よし、やっていこう。今回は後藤、楽天の後藤が首位打者ですね。今のところはね、まあ、だいぶは変わってくるとは思いますけど、よう大感だもんね。絶好調だとすごい能力だよね。よし、初球空振りです。そうね、インコースから入った。で、あんだけ空振ったってことは狙ってるってことでしょうね。じゃあインコースにストレート。で、あ、若干シュート回転するので、よしよしよし、これでこうどうだろう、カーブあたり効くんじゃないかな。これ打たれたらまあしょうがないでしょう。まあセンター前打たれそうな気もするけど、よしよしよし、これは手が出ないか。今のカーブは切れてたね。そうだな、フォークボールかな。ここは無難にストレート、カーブの後のフォークは効くからね、結構。よいしょ、変化球空振り。いいね、説得力があったね。うん、よかったよかった。大体見逃されるんですけどね、僕が言ったらね。今日タクは今シーズンあんまり、調子は良くないんですね。もう早いところもうシルバーウィークが終わった、終わってか今日で終わるんですけどね、23日に撮ってるんですけどね。皆さんどういうところにお出かけしたかなっていうこともね、なんか動画でいろんな動画で言ってしまってる気がするんですけど、まあね、その雑談というか普通にこう喋るときにもこういう喋りから入っていくことが多いんでね、こういう時はいっぱい動画撮るときちょっとね大変やなって思うんですけど、話を変えるっていうのはね、だからね、あんまりため撮りはしないようにしてるんですけどね。ほら、1日に同じ動画を何個も撮るとなんか喋る内容が偏ってしまいそうで、アウトコースのチェンジアップ。まあでもどうでしょう、見てる方も同じ日に見てるとは思うので、どうなんだろう、こうなんていうか、まちまちで見てくれたら、あーなるほど、そう、こういうことしてると思うんでしょうけど、同じ日に見てるとちょっとね、くどいってってなりそうでちょっと怖いんですけどね。今のカーブは良かったね。まあ、大谷だからね、なかなかヒットと点は取れないと思うので、うわー、井口が頑張ってるよね。打率もさっき3位ぐらいじゃなかったかなね、ロッテの命、ベテランが頑張るっていうのはいいことですよね。うわ最悪、シングルで止めてほしいな。無理かな、無理か。中田たまにそういうバッティングしよるからね、今のも別に悪い球ではないと思うんですけどね、入りも悪くないと思いますし、レアードがすごいよね。実際の方でも30本以上ホームラン打ってるでしょう。まあね、もう一人いましたよね、名前何やったっけ、ファウルになります。バーネットでラジカ出てくる、失投気味でしたが、ハーミット、ハーミットはあんまり活躍してないのかな。ラッキーラッキー、バントしたと思いましょう。もう杉谷、バントに当てたかったんですけどね、打率いいね。まあ、まだチャンスは続いていますので、そうだね、入りからカーブでいきたいですね。そうですよね。よし、このチャンスで、で次はスローカーブ、杉谷が入っています。よし、
取れるか、アウト取れるか、一塁送球、おーギリギリ、際どいタイミングでしたが一塁アウトです。ふう、谷口くんか、本当に若いバッターばっかりだよね。今度はしっかり繋げて、すごいよね。大丈夫、オッケー。いや、もっと飛ばされた感じしましたけど、まあベストピッチ投げといてよかったのかなって感じします。よいしょ、捉えられてはいたよね。ヒットは打ったけどって感じですね。本当投手戦になっていただければ、投手戦になればね、まだ西区に分があるのかなって感じがしますけど、まあでもね、日ハム打線も1回ハマると抜け出せないとこありますからね。9番にね、春樹がいるぐらいですから、厄介だよね正直。まあその陽大官が3番にいてくれた方がまだ助かるかなって感じですよね。いやー、それも校長やってだいぶ能力高いからね。普通にね、 CC ぐらいはある能力だよ。ミート C、パワー C、 走力 S でしょ。まあ守備は微妙ですけど、まあ、守備範囲は全然広いと思いますしね。まあ足があると外野に置くべきかな。本当に外野はいい選手が集まってますよね。うわー、ね、これ2アウトだったらまあ春樹出してはまだいいけど、ワンアウトで出すと厄介だよね。今のはね、心の中でよしよしよしと思ったんだけどね、ダメでしたね。カーブ振ってくれよ。よし、いや今日カーブが切れてるね。うん、最後は変化球に体がのけぞるような形になってしまいました。打順は1番に変わります。一番対戦したくないかな、この打線で。2アウトで迎えられてよかったかなと思います。本当に陽大館と中田の前にはランナーを止めたらダメですね。なるほど、そうですか。さっきも中田にはなんかうまく持っていかれましたしね。あと藤田、この前の動画、昨日の動画かなに、藤田、楽天の藤田には高めのね、サークルチェンジというかチェンジアップ持っていかれたので、ちょっと投げにくいかな、高めのチェンジアップが今。いや本当に投手戦だね、まあ、分かってたことだけど、分かってたから ねだいぶこうピッチングに専念しようってことを決めてたんですけど、それにしてもなんかあれだね、打てる気配がないね。向こう、僕はなんとか抑えてる感じですけど、向こうのバッター陣はなんか打てる気配がないよね。緊迫したゲーム展開なんですが、こういった時のバッターの心理状態はどんなものなんでしょうか。足が速い選手が多いよ、本当、まあ、とにかく難しく考えないと。だって1番足速い、2番足速いで、3番田中健介で足速いでしょ。まあ、中田はまあチャンスの強いとかありますし、5番に杉谷だったっけ、近藤やったっけ、まあ、杉谷は普通に足速いでしょ。で谷口くん足速いでしょ。で春樹が足速いし、もう厄介だよね本当。どうやったら抑えれんねんって話ですよね。ライトへのツーベースヒットを放っています。頼みますわ。2アウトになっています。よし、今のは意味のある1球やったんじゃないかな。これでカーブが効くよ。カーブ苦手らしい。いや今日はカーブが切れてる、うん、なんか合わせやすいねカーブ、まあ、だいぶ多投してるっていうのはあるんでしょうけど、合わせやすさっていうのは。よし、うまい。さすが平野、引退するのがちょっと惜しいですけどね。まあ OKOK、点取ってほしいな。お、いいよ一瞬でついえたね、うん、いやー結構まれに見る投手戦かな。まあ西君がだいぶこうなんていうのかな、球数少なくここまで来れてるっていうのは珍しいですよね。僕がここまでいいピッチングできてるってのは珍しいかなと思います。2球目打ちました。うわー無理か。ワンヒットにしてね。こういうのが外野って珍しいよね。こういうのは内野手だからこそこう守備が発揮されそうな気がするんですけど、まず何をバントでしょう。ここはバントしました。アウトにしてよ。マジか、マジか、さあやべえ。送りバントだ、三塁方向。いやこれアウトになるか。一塁へ、一塁アウト。いや来たよ、来てしまったよ、恐ろしいピンチが。
1番バッター、そうだね、カーブから入ろうか、一番自信のある、ボールか、先制のチャンスです、シュート、いや、ラッキー、低めの変化球、空振り、そうだね、カットボール、とにかく得点は許さないつもりですね、よし、そのようですね、フォーク、振れよ、振ってくれ、4球目は何か、落としてきましたが、これは外れます、カーブだね、ここはもう自信のあるカーブでしょ、5球目は何で来るか、ファールボールです、空振りが取りたいよね、サークルチェンジ、よし、セカンド、オッケー、100点、一塁アウト、よいしょ、ランナーは変わらず三塁二塁です、次ハルキでしょう、要大化には回したくないね、でもハルキでも勝負はしたくないっていうか、今シーズンはものすごく調子が悪いみたいですね、しっかり結びつけていきたいですね、オッケー、ナイスボール、絶対予想してなかったね、外していいからサークルチェンジ、ちょっと外しすぎた気はするけど、ストレート内角低め、振るなよ振るなよ、よし、ラッキー、振り遅れてますね、よし、そうですね、振ってくれ、落としていきましたがこれは外れます、今ので振ったら最高でしたけどね、よし、カーブだ、いけ、ちょっと甘い、この打球はファール、ふわぶね、ファール、フェア、甘かったね、というところでした、聞くよ、フォークボールがきっとピクってしたけどね、よし、高めのカットボールでしょ、ここは、よし、変化球打った、いや、一塁間抜けた、ダメか、ホームに送球する、サードランナーホームイン、いやー、相手が一枚上だったね、悪くないボールではありましたけど、いやー、なんかいい勝負できたかな、まあさすがというところですよね、タイムリーで先制点を、うまいこといかれたね、打順はトップに返って4、いやー、抑えたかったな、走ってきた、まあこれはもういいでしょう、しょうがないし、ね、ワンストライク取らせてもらったと思ったらいいんじゃないかな、いね、ワンヒットで2点取れるチャンスになりましたね、やはりそう、まあ動きはないですよね、もちろん、これが2球目、よし、でかいね、追い込まれています、フォーク振ってくれよ、変化球打った、よし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 、まあ最低限かな、抑えれた場面ではありましたけど、点取ってほしいな、お、いいよ、よし、来た、来るよ、うん、いやー、点取れなさそうだな、6回の裏、いやー、でも試合は作ってるんじゃないかな、でもさっきの西川春樹との戦いはまあ楽しかったね、うん、なんかスピリッツ相手って感じしましたね、でも投げる球なかったよね、正直、カーブもフォークも振ってくれなかったと考えるとね、でカーブは一つ前にだいぶいい当たりで、ライナー打たれたし、フォークボールは振ってくれないし、こういう時にね、絶対的なボールがないっていうのは辛いよね、よし、見逃して三振になります、なんかフォークボールを軽く入れれることもできず、バッターは3番田中、まだまだかな、自分はもうちょっとこう何かあったのかなと思いますよ、皆さんどうするんでしょう、こういう時もう粘られて 2-3フォアボールも出したくない、僕はなんかそういうちょっと動く球の高めに頼ってしまう部分があると思いますね、きっと、ツーアウトランナーありません、いや、スライダーっていうのも手が手あったかな、うん、まあただレバーを言ってもしょうがないので、まああとはね、ゼロに抑えて後続の、点を期待しましょう、うん、まあどうまい、まだね2回分あるからなんとかなるんじゃないかな、上位にも回ってきますしね、2点取ってくれると一番ありがたいけどね、1人ランナーが出て中島あたりがホームラン、今打線見てもらっても分かりますけど、オリックス打線がちょっとつまんないよね、うん、昔はなんか恐ろしいなってイメージしかなかったけど、まず1番に糸井座って、3番とかに T 岡田とか、おしらっでブランコとかいましたし、で中島がね、6番あたりを打ってましたもんね、カラバイエとかいたりとか、うん、坂口とか本当に厄介な打線やったけど、なんか今ちょっとこうラックな感じしますよね、うん、この起用に応えたい、よし、うまい、さすがですね、平野には今日助けられてる気がするな、西さん今のプレーいかがですか、いや、あれだけの、いや、素晴らしい、ご覧いただきましょう、この
いや今日はだいぶいいピッチングしてるからね、そう考えるとやっぱり春樹との勝負もったいなかったかなと思いますけど、初球は際のところに来ました、ストライクですね、まあ1点取ってくれるんじゃないかな、打ちました、そう簡単に完封されるとは思いたくないですけど、一塁アウトで3アウトチェンジ、なんかされそうだよね、今のオリックス打線調子がいい選手もいるわけじゃないし、ダメだね、なんかもうあとクリーンアップですけど、なんか打ってくれそうではないよね、お、矢野健二は、いやいいね、かっこいいね、少しリードできるといいですけどね、なんで巨人はトレードしたんだろうね、何がダメだったので、本当に人気選手の一人でしたよね、巨人今ね、あまりこう打線が良くない中、大体出てきたらそれこそ大体の神様みたいな部分はありましたからね、アウト、ワンアウトね、もうちょっとこう巨人もいろいろ考えてあげたらいいのになと思いますけど、絶対巨人ファンからしたら不評あったでしょうね、まあ、僕はね巨人ファンではないので何とも言えませんけど、てか春樹足速すぎやろ、本当普通のショートゴールで結構ギリギリだもんね、打順は1番に帰ります、いや本当あの1回だけだったね、あのバント処理あそこがアウトにしてほしかったな、まあ、別にそんな滞ったわけでもないです、なかったですしね、まあ簡単に打ってしまいましたね、なんかダメだったのかな、もっとこう研究していかないとダメかなと思います、もう今日は悪くないんじゃないかな、あと81球の1失点だからね、あの失点は本当にもったいなかったかなと思います、よいしょ、やることやったよ、あとは天命を待ちましょう、よし、いいよ、出た、うん、おっ、いけ、よし、でかい、いけ、やばい、天命を待った、ほんまに、いきましょう、やばいね、こんなにドラマチックな回がパート3で来ていいのかって感じですけど、すごかったね、急に来たね、いやー皆さんやっぱりこうピッチングをしてると天命が来るんですね、簡単に終わらせたくないですからね、アウトにしてほしい、このギリギリドラマを作れるんでしょうか、よいしょよいしょ、まあ1点いいっていうのがまた楽だよね、うん、3点取ってくれたっていうのはだいぶでかいんじゃないかなと思います、まずは先頭バッターを打ち取っています、取れるでしょう、センターライナー、いや本当ライトレフチでライトセンターは鉄壁だよね、俊太と先ほどの打席はファーストゴロに倒れ、オリックスの外野陣はやばいんじゃないかなと思います、この打席でしょ、これはいい当たりです、外野フライ掴んでアウト、ケイ、なんか簡単に終わったけど試合終了です、よかったね、うん、負けないピッチャーになってるんじゃないかな、これ本当持ってないとなかなかできないよね、9回に逆転してもらうっていうのは本当に完封ペースやったピッチャーに9回捉えるっていうのはチームとしてはね、もう勝てると思ってますからね、何やかんやあれでしたからね、2アウトランナー1塁からの3点ですからね、うん、よかったですね本当、いやでかい1勝じゃないかな、大谷に土をつけたっていうのもなかなかよかったんじゃないかなと思います、いやこちら監督票が上がるでしょう今日は、うん、よし5勝目、まあ無傷の5連勝ということで、本当動画自体良かったんじゃないかな、次回はこのソフトバンク戦を撮っていきたいと思います、いや正直ね、ちょっと日ハム打線とソフトバンク打線は比べ物にならないからなかなか大変な部分はあるとは思いますが、頑張っていきたいかなと思います、ということで次回はここのソフトバンク戦撮っていきたいと思います、まあ、今回劇的という感じやったんですけども、まあ、次回はね自分の力で勝てるようなピッチングをしていけたらなと思います、それではご視聴ありがとうございました、また次回も見ていただけたらと思います、それではね、そうすけでした、さようなら。